日本で1500年の昔から読み継がれてきたお経、般若心経。仏道に生きる僧だけでなく、普通の人々がわずか262文字のお経の言葉に心の安らぎや生きる勇気を得てきました。それでは今回の指南役をご紹介しましょう。花園大学の佐々木静香先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。仏教学が専門の佐々木静香さん、般若心経の262文字には奥深い知恵が込められているといいます。早速なんですけれども、般若心経っていうのは、まあ、お経ですよね。そうですね。日本人なら誰でもこの名前は知っているでしょうね。そういう大変国民的に広く広まっているお経ですね、はい、で今回はそのみんなが知っているこの般若心経の中に一体どういう思想が入っているのかということをご紹介したいと思っております、はい、ではそのまずは冒頭部分から見ていきたいと思います、はい、最初の部分だけちょっと読んでみましょうか。はい、お願いします。観自在菩薩行人般若波羅蜜多智正見五蕴皆空道一切空役と、こういうふうに、漢字がこうどんどんの続いていきましてね、お経ですからね、はい、そして、まあ、全部で262文字、これは長いように思いますが大変短いお経ですね。たったの262の漢字で、般若心経が出来上がっているということなんですね。こんにちは、中本白秋です。前回、写経の書き方ということで、マーカーハンニャーハーラーミーター心経のですね、マーカーハンニャーハーまでやりましたので、今回はですね、ラーミーター心経、この5文字の練習を行いましょう。それでは早速ですね、いつもの通りペン字上達トレーニングを表示して、ここでお手本を作ってみましょう。こちらのシステムは、1日間は無料で利用になれます。また月次でお使いになるときは1ヶ月980円で自由自在にお手本ができるようなソフトになっております。では早速お手本を作ってみましょう。このようにですね、続きのハラミタシン今日、この5文字の解説をしていきます。いつもの通りこれスクロールしますと、こちらに、ハーラーミータシンキョーと、この画面を見ながらこの字の形をそっくりに書く練習ですね。でこのプリントして使う場合にはですね、例えばこのなぞり書きをオンにしていただくと、このようにですね、なぞり書きの表示も出ますので、スマホに表示してこのお手本をご覧いただきながら練習したり、あるいはプリントして学習することも可能になります。そして、このお手本の印刷をしますと、プリントされます。このようにしてですね、ペン字上達と併用して、動画で解説された11の書き方をですね、頭に入れておきながら、これで学びますと、完璧に近い学習ができるかと思います。どうぞこちらもご利用になってみてください。それではですね、ラーからですね、ラーって字を書いてますね。こうして。ここはちゃんと上スレスレのところでこう入るようにして、縦をちょっと強めに書きます。そしてこうこうで、この回ですね。この字はですね、この4と字と糸とフルトリの3つのパーツからなってますね。ここではちょっと4がちょっと縦長になりましたけど、もう少し4をですね、こう、扁平に、こう扁平に、こう扁平に表現しますね。そして、糸ですね。例えばこうして、これを少しこちらからこう出すと伸びやかさが表現できますね。この縦がこうと思い切って長く、ここに書きましょう。でこの糸辺はこことこことこの
三つを縦に揃うんですね。振る鳥はここを広く取る。まあ、糸辺のかかたはいろいろあると思いますけど、今ですね、これはここを揃えるね。これは少し濃いにしましたね。ですから、こう、A、B の糸がありますけど、B の糸の方が、石橋、例えば日本指導教育学会に石橋採取先生の糸辺ですとですね、第二画目を、こう、これに書く、もんとこう出して、左に伸びやかさを表現してますね。そして、こう、で、こう。で、これはですね、この横画であんまり出さない。出すと下の天角の空間に響きすぎますので、そして、こう、こう。こういう糸辺がいいですね。そして、フルトリの方ですけども、フルトリはですね、こう来て、これをーっと長くして、そして、こう来て、もうこれの半分よりちょっと長いぐらい、この縦から半分ちょっと長いぐらいですね。そして、ここに空いてる空間と同じような空間を作れるぐらいに、こう、こういうんですね。ここのこう空間が同じようになるように。そういう意味合いで。そして今、糸辺がこういう風になってますから、こちらはこういう風にしてバランスを取るように。で、これをこうくっつけたのが上のいいですね。これが、ラーの美しい描き方になります。もう一度描いてますね、ラー。こうして。これ縦角を下に出すように、考えしましょうか。糸辺をここにくっつぐらいから入って、こうして、これをこちらに出して。今度は逆にそれるのか。こんな感じですね。そしてこう見たときにですね、ここにこう右のリズムを維持するように、このように書きましょう。写経はですね、一日ですね、正しい美しい字形を研究しながら書きますと、非常にいい勉強になります。一字一仏のつもりで丁寧に練習しますと、美文字の研究にもなっていきますので、同時に二つの効果を狙って勉強していきましょう。次、密っていいですね。密っていうじゃあ、浮かんむり。まず、うかむりですね。うかむり。こう来て。きちっと、引き締まった感じを表現するために、ここもちゃんとくっつきましょうか。天角で、一画目とのうかむりの天角くっつきますね。そして、この中に、蜜っていうですね。こうして。これが、一番、横幅を取るようなんですね。そして、こう書いて。中に虫ですね。この虫の横角は、この、横角を生かすためにこれあんまり長くしない。こうにしますとですね、これとこれの伸びやかさが表現されます。これをですね、例えばこう書いて、ここまでちゃんと書き出しますね。こう、この伸びやかに。あ、失礼、これを書いて。で、こう書いたときに、これもですね、こういうふうに長くすると、この伸びやかな表現とこの伸びやかな表現が、両方とも伸びやかにして、私もって2点がですね、競争してしまいますので、ワンポイントするためには、虫はこのようにですね、お書きになるといいと思います。ここをキュッと引き締めることによって、こちらの伸びやかさが強調されます。これが、密っていう美しい書き方ですね。次、ターって。ミーターのターですね。おいっていう字。おいっていう字はですね、夕方のこの夕っていう字が2つ続きますので、このターっていう書き方ですね、世の中に変な書き方する人がたくさんいます。こう書いたらですね、中心の取り方を間違ってる人が多いんですね。この中心を意識して、この点角がどういう位置になるか、次の字ですね。こう来て、こう来て。このようにですね、これをですね、まず 98% ぐらいの人がタをこうに書きます。なぜこんなタを書くのか。非常に、教室でいろいろと勉強してますと、こういう人が多くて困っております。タはもう一度書きますけど、それとですね、こう縦に揃えてもこういうタはよくないスッと抜きます。これもスッと抜きます。これもスッと抜きます。このスッと抜きます。この他もあんまり良くないですね。竜はですね、左払いが1、2、3、4つありますね。4つともこう同じ表現をすると、もう飽き飽きしますね。ですから、表情を変えて、それぞれですね、こう書いたときに、この左払いの表情を4つとも微妙に変える工夫ですね。そのためにはですね、一画目をしっかりこう止めます。で、まあ次はこうスッと抜いたしますね。で、次はですね、どれにするか。この次も、このちょっと抜き具合はちょっと表情を変えて、これとはちょっと微妙に変えました。そしてこちらはこう長く伸びやかに左払い。こうにすると、1、2、3、4がですね、表情が微妙に違います。このようにして、見せ場を作るようにしましょう。で、立って字はですね、ここのこの空き具合もこう心配ですよね。ですから、非常に、工夫した書き方、例えば石橋採水先生の写経のタはですね、
こう書いて、こう止めましたね。で、こう、こう書いて、こうして。次はですね、ここに軽く接するように入ってますね。で、ぐわっと入って。こうにしてキュッと引き締めてる表現をしてます。筆ですと、こういった表現ができるかと思いますけど、こういうところをちょっと意識されてもいいと思うんですね。これが他の美しい書き方です。では、次いきます。心って字は結構難しい字ですね。少ない画数でまとめなくちゃいけませんから、心、こう打ったらですね、次、文字はいつも軽い右やりですから、この右やりのリズムを意識して、ここは横のラインですね。そうすると、ここから、軽い右やりのところからこう始まりますね。で、こう来て、この横線もこうして、軽い右やりで最後入れて、くっと入れて、この部屋の中に一つポンと点火を打って、次は外に行って、これが美しい心ですね。ここの感覚をこう意識してくださいね。これをですね、大抵の人はこう書いてますね。こう、下がりっぱなし、よくありません。もう一度書いてますね。こうして、こう、最後少し上げて、強く跳ねて、で、ここに点を打って、外に。これが心の美しい書き方です。この点、この点、この点、この点を軽やかな右足のリズム。そして、ここはこう、真横にした時に、最後はちょっとこういう風に上がりながら、跳ねる。こういう気持ちですね。はい。では、次。今日。新行の今日って言うんですね。今日は糸編です。糸編先ほど、ラーのところでできましたけど、こう来て、まあこれは少し下がるぐらいですね。そして、こう来て、こう来て、これを、この辺で止めることですね。そして、ここに、この辺に書いて、この右足を捉えるようにして、揃えるように意識して、そしてこちらに今日。写経ではこうに書いてるケースが多いですね。そして、ここに土。こんな感じですね。これをですね、糸編なんですが、ここにちゃんと美しく書けても、これをですね、こうに出して、こう書きますと、この部分がすごく邪魔でしょうがないですね。ここの、この点画ってもこうぶつかりそうですね。ですから、この糸編に気づいてほしいんですね。糸編、こうして、こう、こうして。もう出さないぐらいに、こんがりの糸編なんですね。そして、こう書きますと、ここはすっきりしますから、ちゃんと糸編を書きます。これが、糸編をですね、美しく書くコツです。この、新行の経って以上ですね、いろいろ書き方がありますけども、こう、こう。こう、ここから、こういうふうに書いて、書くケースもありますけど、空海が書いたと言われる隅寺新行なんかの経はですね、こんな書き方してますね。こうして、ここはもう、パーンと点くって、ここももう、本当にこの点が書くぐらいのつもりで、考えの今日を書いてるぐらいですから、まあ会社ではこういうふうな書き方もいいかと思います。以上、今回はですね、第2回目、ハー、ミー、タ、シン、今日のですね、美しい書き方について解説をいたしました。それではこれから、高野山、奥の院にての般若心経の読経を紹介いたします。Good.